今日皆さんに紹介するのはこちらのお花です。はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。今日からね、新しく始まりました新企画、一日一花。こちらは実はね、小学生の女の子のなりたい職業トップ5に花屋さんっていうのがあります。でその花屋さんになるにはですね、やはりお花の名前を覚えておいた方がいいんですね。でついでに、まあ、お花屋さんにならなくても女の子だったらお花の名前を覚えてる方が絶対に将来得なんです。でまた小学校の女の子だけじゃなくて、女性でお花の名前を知りたいっていう人はね、たくさんいます。僕いっぱい聞くんですよ。でそういう人たちに一つでも多くのお花を覚えてもらいたいというね、そのためのこれは企画です。で実はですね、こうお花の名前何度覚えられないかというと、こういっぺんに10個あるものを、まあ、1日で10個覚えると全部忘れちゃうんです、次の日には。ただ1日1個ずつ覚えていったものは絶対こう忘れないらしいんですね。なのでこれからこのフラワー TV では1日1花、こちらの企画で1個ずつ皆さんにお花の名前を紹介していきます。それでそれを毎日皆さんが見てると、知らないうちにこう全部こう吸収して、もうお花博士のようになる、そういう企画です。では早速ね、今日のお花を紹介していきましょう。どうぞ。はい、ではね、今日紹介するお花は冒頭にもお話しましたが、こちらのお花ですね。これはダリアのマジックピンクっていうね、お花です。マジックピンクです。お花はキク科ダリア属っていうね、ところに分類されます。まあそれはね、こう知ってても知らなくてもいいんですけれども、まあこう知ってて損することはないと思いますので、ちょっと覚えておきましょう。でこちらのダリアですね、原産国はメキシコなんです。なのでなんかすごい暑いイメージがあるんですけれども、日本で栽培されてるのが東北地方とか高齢地なんですね。でちょっと調べてみたら、メキシコのね、高原が原産だそうです。ですからやはりこう寒いところのお花なんですね。で和名が天竺牡丹っていうんですね。で天竺ってね、昔の言葉でインドのことを言うんですね。で江戸時代にこのお花は入ってきたんですけど、その頃はどうやらこうインドから渡ってきたお花っていうふうに思われたようで、それでまあボタンに似てるというところから天竺ボタンっていうね、和名がついてるようです。はい、でこちらの花言葉はすごいね、こう普通の花言葉と違って、あの奥深いというか、なんか歴史を感じさせるような花言葉がついてるんですね。っていうのが、まあ、不安定っていう花言葉がまずついてます。これはですね、ちょっとこう文献によるとちょっと読みますね。フランス革命後のこの政治が不安定な時期に栽培されていたので、こう不安定というね、花言葉がその当時についたそうです。でその後にこうもちろんこの花姿からこう華麗とか優雅とかっていうね、花言葉がつきます。ところがね、その後にもう一つ花言葉がつくんです。それが移り気という、移り気というね、花言葉です。これはナポレオンの奥さんのジョセフィーヌがこうダリアを愛してたらしいんですね。そのダリアに、ところがある日興味がなくなっちゃった。なので移り気っていうね、花言葉がそこからね、追加されたっていうことなんですね。なんかすごいね、奥の深い花言葉がついてる。さすがね、こうダリアって僕はね、これを見た時思ったんです。はい、ではね、ここからね、ちょっと花屋さん的な意見を話します。こちらのダリアね、こんなに華やかなんですけど、こう2日から5日ぐらいしか実は持たないんです。なので、まあ、この子が向いている装飾っていうのは、例えば結婚式とかパーティーとかね、その日バーッと華やかだったら華やかで、もうすぐ終わってしまうような、装飾が終わってしまうような会場の装飾にはもうぴったりです。でね、このお花の出回り時期が6月から11月とか12月とかってよくね、こう書いてはあるんですけれども、もうこの花はほぼね、バラなんかと同じ周年、いつでも手に入るようになってます。でね、こうもうちょっとこう深くダリアを知ってくると、このダリアはなんとか咲きだよねなんて知ったかぶって言ってくる人がいるんですよ。で実はこのダリアの咲き方って16通りあるんです。ちなみにね、このマジックピンクの咲き方は
フォーマルデコラティブっていうね咲き方なんですね。でその他にあと15通りのね咲き方の名前があるんですけど、全部は覚えてないので今ちょっとね文献から参考に、一応読み上げてみますね。今最初に言ったフォーマルデコラティブ、それからインフォーマルデコラティブ、ストレートカクタス、インカーブドカクタス、セミカクタス、ポン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 ダリアみたいなのかね、ミニチュアボール、ボール、アネモネ、シングル、オーキッド、コラレット、ピオネ、ウォータリリー、フリルド、ノベルティダリア、これで16項目ですね。まあ、どんな咲き方なのか一個ずつはちょっとわからないんですけど、まあ、そういう咲き方で名前がついているということだけ覚えておくと、いいと思います。はい、今日はねこちらのダリアの紹介でした。まあ、お花屋さんで買うとすると大体 4,500 円から高い時で1,000円ぐらいですかね。まあ、パーティーとかそういう華やかな、ね、装飾にぜひ使ってみてください。ではねまた明日違うお花を紹介したいと思います。これから毎日ですね、まあ、たまにアップできない日もあるかもしれませんけど、毎日お花を一個ずつ僕と一緒に覚えていきましょう。ではまた明日お会いしましょう。 See you next time。 はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。お花がね大好きっていう人も、まあ、ちょっと好きっていう人も、まあ、そんなに興味ないって人も、まあ、要するに全員ですね、ぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録してくれると僕もお花も喜びます。ではよろしくお願いします。